イングランドのロンドン南東部にあるロンドン自治区。区名は歴史的な町であるグリニッチに由来する。1965年百9 6 3年ロンドン政府法の規定に基づきグリニッチ首都自治区とウーリッチ首都自治区の一部が合併してグリニッチロンドン自治区が発足した。区役所と区議会議場は中心市街地のウーリッチに所在する。グリニッチは 伝統的な本書死後線上に位置する地として世界的に有名であり、協定世界時のもとになった。区の西部にあるグリニッチとグリニッチ天文台を通る本書死後線はグリニッチ平均時の起点に指定され、かつては全世界の時刻の基準とされた。2012年に開催されたロンドンオリンピックでは競技会場を提供する6つのホスト区のうちの1つであった。 女王エリザベス2世のダイヤモンドジュビリーを記念し、英国王室との歴史的なつながりがあること、及び本書四五戦誕生の地として、ユネスコの世界文化遺産登録地の地位にあることを理由に、2012年2月3日をもって、クリニジクは4つ目の王室特別区となった。クリニジから見るテムズ川下流、2009年2月、ブラックヒースのヒース、2008年8月観光業の 比重が年々高まり、2015年にはおよそ1850万人のライク客が期待された。同年にはインターコンチネンタルホテルがカッキザオーニアリーナ周辺に開業し、2017年にはロンドン発のクルーズ船が就航した。グリニッジやグリニッジパークにある多くの美術館や歴史的建物とは別に主要観光地はカティサーク、ザオーニアリーナ、 エミレーツ航空のケーブルカー、人気のエルタム宮殿、ジェームズ一世建築様式のチャールトンハウスのほか、テムズ傍聴艇などとなる。さらに、ウーリッチの王立武器庫も2015年から観光プロモーションを開始した。2012年に開催されたロンドンオリンピックでは、競技会場を提供する6つのホスト区のうちの1つとして、それぞれ区内にある王立砲兵大兵舎で射撃競技、 グリニッジパークで、馬術競技、ザオーニで、体操競技とバスケットボール競技が行われた。また、プロサッカークラブチャールトンアスレティック FC の本拠地でもある。客中出展。ありがとうございます。